討論を行いますで。その前に一言、委員長は解任決議が否決されたことをいいことに、この委員会を前提のきに強行してしまいました、そのことに強く抗議をしたいと思います。70年ぶりの改正でありながら、質疑時間は8時間45分だけです。本会議登壇ものでありながら、現場の調査も行われませんでした。農協法並のの質疑を求求める野党の要求も受け,受け入れず、 漁業・漁村の形を変える重要な改正案を一方的に強行することに強く抗議するものです。第一の反対は、現場を置き去りにしているからです。参考人からは、戦後、漁業法ができたときは、浜に喜びが沸き起こったのに、改正案について、多くの漁業者は知らない、わからないと言われました。水産庁が行った説明会に参加したのは、沿岸地区漁協9五5 5中77漁協だけです。 拙速な質疑採択は行うべきでありません第二に反対する理由は、浜に対立と混乱を持ち込むからです。目的から漁業者および漁業従事者を主体、この言葉も漁業民主化も削除し、漁業権の優先順位も漁業調整委員会の公選制も廃止すれば、漁業による利益を地域に広く行き渡らせる漁業法の骨格を骨抜きにするものです。ましてや、漁業権の優先順位を廃止し、 適切有効基準にすれば、規制緩和論者がその基準の緩和を、緩和廃止を求めてくるのは明らかです。第三に強権的な仕組みが導入されているからです。国と都道府県の責務を定めたことに加え、漁場計画に農林水産大臣の助言と指示を新たに明文化しました。我が国 生産力を発展、図るための助言、指示ですから、国の政策に従うことを求めています。政府が漁業の成長産業化を掲げ、企業による養殖産業の新規参入を抱えているもので、漁場が企業本位に変質されることになります。第四に大型船のトン数規制を撤廃するからです。乱獲を防ぐために取られてきた漁船のトン数規制をなくし、大型化を進めれば、沖合漁業と接する沿岸漁業の資源が、 減少する懸念は払拭されません第五に資源管理のために導入する漁獲割当て制度、IQ に沿岸漁業者の同意を得ることが明記されていないからです。今年沿岸漁業者の意見も聞かずに導入した太平洋クロマグロへの漁獲規制の反省がありません。第六に自主自立が基本である共同組合の原則を踏みにじるものだったからです。農協法の改正と同様、漁協に所得の増大を求め、 経営の行動化を促進するために定期的な点検を求めれば、小規模な経営が否定されかねません。安倍政権は世界で一番企業が活躍しやすい国にするとして、岩盤規制の打破を掲げて、農業、林業に続き、漁業の規制緩和を迫りました。TPP など、歯止めなき自由化に合わせて、日本の農林漁業を犠牲にすべきではありません。以上、反対討論とします。